敵に後ろを見せるならば死んだ方がマシ。バトルマネー戦闘中。夜明け前、江戸の町に17人のプレイヤーたちが集められた。これよりオープニングゲームを行う。君たちの前方にあるのは戦闘アンドロイド忍びを獲得できるルーレットだ。最後に勝ち残った一人が賞金を獲得できる戦闘中。忍びを獲得すればプレイヤーの強力な味方となる。欲しい、絶対欲しい。忍びは優れた敏捷性と高い攻撃力を併せ持ち、契約したプレイヤーを勝ち残らせるために戦う。用意された忍びは1体。ルーレットに当たった1人が獲得できる。あれ、あげだ。忍びの存在がプレイヤーの運命を大きく左右する。めちゃめちゃ強力な味方じゃん。ルーレットの順番はくじ引きで決まった。おー、いいの出た。8万だぜ。最初の挑戦者はオリエンタルラジオ藤森慎吾。外すよ外すよ。もうトップでいただいちゃいますよ。忍びいただきます。誰が忍びを獲得できるか、このルーレットでゲームの展開が大きく変わる。いきます、スタート。忍びを獲得し有利にゲームを始められるか。忍び星ウィーネー。確率は20分の3。うわあ、外れだ。惜しい。忍び獲得ならず。2番目は元プロ野球選手清原和博。この男が忍びを獲得すれば他のプレイヤーにとって圧倒的脅威となる。スタート、ストップ。清原の運はいかに。忍び獲得ならず。その後、モデルの七尾、俳優の堀新太、空手家の角田信明が挑戦するも外れ。用意された忍びは1体だけ。獲得できるのは誰だ。いや、忍び欲しい。6番目は真鍋香織。ちょっと色目使いました。誘惑しましたよね。忍び欲しいよ。真鍋の願いは叶うのか。忍び獲得。やったー、当たった、やったー、羨ましい。これで真鍋は圧倒的有利にゲームを始めることができる。みんな敵同士ですけれども、この100分間だけは正々堂々と真剣勝負で楽しみましょう。まあ、あくまでもゲームなんで本気でやりましょうね。勝者へのリスペクトを忘れないこと。はい。互いの健闘を誓い合い、エリアに散るプレイヤーたち。この瞬間から彼らは敵同士となる。怖い、ああ怖い、本当怖い。ああ、
もうここから始まったらね、声もそんな出せないので目立てないので男性。いやだいぶちょっと日が明けてきましたよ。さっきまで真っ暗だったのに。東の空が知らんでまいった。出陣じゃ。17人のプレイヤーによるサバイバルゲームが幕を開ける。しゃべった。緊張感が半端じゃん。もうなんか気が抜けないのがちょっとやだ。みんな敵。バトルボールを当てて相手をどんどんいなくなさせればいいでしょ。で最後まで当てられないで残った人が勝ちでしょ。知ってますよ。大好きなんですから。バトルボールいいですね。なかなかワイルドな形してますから、まずはスギちゃんあたりからいっちゃいますか。いいねレンズに映る自分がいいね。怖いね。レスリングで世界を3度制した山本美優。緊張する。いや本当に気持ち悪い。さあ誰から行くか。清原はやる気だ。元巨人軍投手牧原ひろみ、完全試合を達成したミスターパーフェクト。木を倒すのは俺しかいないでしょ。やっぱりこれはやっぱりしょうがないですよ。今回のキャスティング見た時にはもう俺がもう行くでしょ。あ、かっこいいんですけど。忍びを獲得しゲームの主導権を握った真鍋香織。もし出会い頭にばったりしたら行っちゃってください。ありがとう。あれ、早いうちに男子を撃破したんで、忍さん誰かもう見つけたら行ってもらっちゃいましょうか。ほら来たでしょ。ほらすぐ近くに現れた忍びに驚く牧原。忍びほらこれ。思わず逃げ出した。怖え。忍びは怖いんだね。すぐ逃げてく。物陰に潜む清原。どこでスイッチ入れるかなんだよな。狙いをつけたのは角田信明。バトルボールを当てれば相手の所持金が全額手に入る。まあまず最初のまず第一戦バトルやること、まだ戦ってないから。清原は距離を詰めるため建物の先に回り込む。誰や。はあ、でもな、角田さんは会いたくない。やダメです。いや、番長とは決勝で戦いたいな。倒されれば即失格、賞金はゼロ。もったいないな、今やるのは。逃げると見せかけ待ち伏せ。あー、バンバン。清原さんと角田さんの戦い、先制攻撃を外してしまった角田。天性の格闘センスでしのぐが、清原がその上を行く戦闘力を見せつけた。あー、くそー、危なかった。くそー。いやでも逃げんの嫌だったんだよな、俺番長とやんの。これで角田の所持金30万円が清原に渡った。最後まで行ってほしいね。こうなったらありがとうございます、ね、やばいよ、あのボス二人の戦い見たあんなの、ちょっとあんなのやだ。見るだ。清原が
角田を撃破、清原の所持金を60万円となった。すごい戦いだな。何この好カード。清やっぱり動き出したよね、本命っていうか、こうやって角田さんとかね、清原さんとかがその強いもん同士が潰しちゃってくれたら一番楽やね。早くも一人が倒れ、残るは16人。賞金をかけたプレイヤー同士のバトルが動き出した。ゲームの舞台は無人の江戸の町、広さは東京ドームおよそ4個分。この中でバトルボールを敵に当て撃破し、最後に勝ち残った一人が賞金を獲得できる。プレイヤーは一人30万円持っており、撃破すれば相手の所持金を全てもらえる。最後まで勝ち残れば最高賞金510万円。なおゲームを途中でリタイアすることも可能。メールで全員にエスケープを宣言し、10分間撃破されなければその時点の所持金を獲得できる。僕はやっぱり先に投げさせてかわす、かわすの得意なんで、かわした後に落ち着いてバーンといくっていうのがね、理想なんですけどね。バトルボールをキャッチした場合、また地面にバウンドしてから当たった場合は失格にはならない。女性は体力的ハンデをカバーするため盾を装備、男性より守備力が高い。これは私にとっては超ラッキーですよ。現役野球選手の片岡にとって盾はグローブがありかなり有利だ。そして司令室のゲームマスター高槻半蔵によりエリアに武器屋が出現、バトルがさらに加速する。ミルだ。使ったメールかけました。武器屋がオープンした。武器屋ではバトルアイテムを購入し自分を強化することができる。ただ所有金を使えば賞金の総額が減ってしまう。なるほど、武器欲しいな。これエリア2カ所で武器屋がオープン。プレイヤーは所持金を使ってバトルアイテムを買い自分を強化できる。ただし使えば使うほど最後の一人になった時に受け取る賞金の総額も510万円から減ってしまう。勝ち残るには所持金の使い方が明暗を分ける。10万50万、あ、忍び60万するか。忍び60万か。持ち金の30万から武器を買う、それ持ち金が減るってことですかね。待って待って待って、盾が売ると40万買取で40万で買ってくれるみたいです。で忍びが60万だ。でも私30万持ってるし、この盾を売れば。女性は武器屋に行けば持っている盾を40万円で売ることが可能。所持金から20万円を足せば忍びが買える。忍びがパートナーになれば攻撃力と守備力が大幅にアップする。ただし売っている忍びは2体、早い者勝ちだ。行きます。どこどこどこ武器屋。今は買うべきじゃないな。一人撃破して盾が欲しい。盾があるとだいぶ違うから。武器屋を利用するかどうかはプレイヤーの自由だ。強くなられて困る人、清原さんね。うん、あの人が忍び持ったりボールたくさんね、他の人の奪って持ったりしても手がつけられなくなるからね。剛腕を誇る噂の男。どん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 行ってやろうかな、本当に。よし、ターゲット清原さんですね。春日が向かう先に、その清原。あ、ほら、上がってきたぞ。あれ、誰だ、あの白パン。あれ、清原さんじゃないか。鬼が山から降りてくる。尻尾を巻いて逃げ出した。
やっぱダメだ。 AKB 梅田が城下町の武器屋に到着。武器屋入ります。テレビで見たやつ、これいっぱいありますよ。バックシールドとかだ。後ろ守るやつか。後ろ守れるやつ。盾もあります。これ結構すごくない？多分剛速球でグワって投げれるやつなんですよね。でもやっぱり超かっこよくないですか？忍びが欲しいです。忍びが欲しい。盾を売ります。買い取ってください。梅田が盾を売り、所持金は70万円に。そこから60万円を払い、忍びを手に入れた。忍びは同じ色の契約の腕輪をしたプレイヤーのパートナーとなる。よっしゃ、動き出した。もう、イエイ、私の忍び、イエイ。梅忍びね。あなたの名前は梅忍びね。運だって。ナナオはもう一方の武器屋に到着。いや、忍びが欲しい。とりあえず他のバトルアイテムには目もくれず、忍びの購入を決めた。後ろ守っててね。忍び超かっけえ。かっこいい。胸板熱いよ。60万忍びください。七尾が最後の忍びを手に入れた。来た。よし、忍び頼むよ。動きがかっこいい。こっち行ってみよう。真似してみてる。あ、やばいやばい、清原さんいた。忍びを持つ AKB 梅田が清原を見つけた。どうしたのかな。AKB こっち強いやけど俺に来ねえ。足のようんじゃん。忍びいるとさ、やっぱりみんな帰っていきますね。もう一人倒さなかったのか。清原も忍びを持つプレイヤーとのバトルは避けたいようだ。やっぱり女の子は忍びがいると有利ですね。断然360度見ながら歩いてくれる。真鍋さんのしおり、忍びと会ったら、真鍋さんと会ったらもう絶対に無理だから、最初にまずペアを決めとかないと。自分にとってのオリジナルの忍びを獲得しなきゃいけないんですよ。まずは今回誰ですか？さっき見たんですけど、あそこ多分小島さんいるんですよ。中田の近くにアンジャッシュ小島。小島さん、やっぱやっちゃうんだ。小島さん、ここ袋小路でしょ。で、あっちからいっぱい来るでしょ。うまくここにおびき寄せて二人で倒しませんか。組もうよ。簡単に引っかかった。忍びさん、あっちに男子がいる。なるべく最初に男子を撃破したいんで。ちょっとここの仲間でやめてよ。わかりました、それは絶対に。ここ頼むよ。ちょっとやめてよ。オッケーオッケー。中田が望み通りオリジナルの忍びを手に入れた。探しに行って撃破しましょう。行っちゃいましょう。追いかけてって。強気に攻めに行く真鍋。あ、忍び付きだ、忍び付きだ。誰？忍び付きの真鍋さんいます。マジかよ。あれは守ってください。とりあえず忍びを持つ真鍋を中田と小島のコンビが迎え撃つ。2対2のバトルを制するのはどっちだ。どうしよう。忍びさん、ちょっと守ってて。
蘇る。向こうから回り込んで、あっちゃん撃破行きましょう。こっちから来た。ギリギリ忍びの攻撃をかわした。お、なんかやり合ってんだ。あれ誰だ。オッケーオッケー、いけるいける。よし、ちょっと行こう。あっち挟もうぜ。はい。私奥にいます。中田と小島が真鍋を挟み撃ち、さらに藤森もそこに近づく。小島さん、はいはい、奥行った奥行った。あーやべ、ヒット。よしよしよし、もうだ。こぼれ球を藤森が拾う。拾った。よし、追い詰める中田と小島。忍び、真鍋を守れるか。中田と小島が2人がかりで真鍋を攻める。しかし中田は小島に戦わせ退散。忍び真鍋を守れるか。よっしゃ、弾かれよ、弾かれよ。忍びありがとう、ごめんね。お疲れ様でした。小島さん、僕の忍びになってくれたみたいですね。そして小島の前に藤森だ。藤森の攻撃を小島がミラクルキャッチ。しかし藤森は拾えば助かったが届かず。思ってたのに俺。慎吾、いい勝負だった。頑張ってください。オッケー、頑張ってくる。よし、頑張ってくれ。おう。よし。やられちゃった、忍びが。もうでも逃げるしかない。ここも怖いな。これ見るときも怖いな。小島が藤森を撃破。小島の所持金は60万となった。ただその分狙われるってことですよね。いやー、ちょっと緊張感出てきましたよ。残るは15人。時間内に勝ち残った1人だけが賞金を獲得できる。小島さんいなかったら真鍋さんと忍びと藤森来てましたから。絶対無理。武蔵さんですか。あれ、ここはちょっと武蔵さん戦いたくないな。僕も同じ気持ちです。一回テイク見ますか。見ますか。見ましょうか。武蔵さんの威圧感があれば大概の相手ビビりますから。はい。中田が新たな忍びを見つけた。音楽ユニット D レートでも活躍する俳優の堀井新太。でも僕この番組出るのめっちゃ憧れてて嬉しいんですけど、いざ出てみるじゃないですか、超不安で早く終わらないかなって思ってるんですけど。あっちにね、小島さんが今60万持ってるんですよ。持ってます。いや大活躍じゃないですか。忍びも倒し、慎吾も倒し。ちょっと俺今日行っちゃうかもしれない。どうぞ2人でやりますか。やりましょうか。やりましょう。僕が油断させます。了解です。武蔵と組み、小島を裏切るつもりの中田。俺すげえ最低なやつだって思われるかな。いや、信用していいのかどうか分かんねえな。小島さんがうまくまだ俺のこと信用してくれてるといいんだけどな。あっちゃん、やったね。出しましたね。オッケーオッケー。まだ仲間だと思っているようだ。小島さん、オッケーオッケーオッケー。大丈夫、食べてよ。大丈夫。小島君がどう出るのか。いや、武蔵さんいるよ。小島さん、待って待って待って。俺回ろう。小島に
ハサミ撃ちを指示した中田。しかし真の狙いは武蔵を使い小島を撃破する作戦だ。武蔵さん、武蔵さん、小島さんあっち向きましたから、あそこで挟もう。中田の指示通り武蔵に近づく小島。小島さんね、60万持ってるじゃん。あっちゃん、あっちゃん、小島さん、ごめんなさい。あっちゃん、武蔵さん、挟んで出たよ、そうで。 OK、武蔵さん、急いで急いで急いで。お金持ってますよね。ちょっとあっちゃん、ちょっ、ああ、危ない。あ、持ってない。小島さん大丈夫、大丈夫。おい、仲間だ、仲間だ、仲間だ、ごめんね。くそー、ごめんね小島さん。ごめんねなんて思ってねえだろ。いや、くそや、丸腰だったから。ちょっとあっちゃん。小島と武蔵、中田の操り人形同士が潰し合い。おい、仲間だ、仲間だ。小島にとどめの一撃。計画通りだ。もう信用しちゃった。当てちゃった。当てた。頑張って。小島さんの分も頑張ります。うん。ありがとうございました。頼んだよ。はい。お疲れ様でした。で、爽やかに。挟み撃ちをして 100% 優位に立ってるのにまさか当てられるとは。武蔵さん。小島が武蔵を撃破。中田が小島を撃破。すごい。中田の所持金120万円となって残り13人。はあ、やばいね。一気にだって120万だよ。30万が。正直今僕ダントツですね。現在の所持金は、巧みな戦術を見せる中田が120万円でトップ。忍びを持つ AKB 梅田、七尾をはじめ、他のプレイヤーたちはどう対抗していくのか。小中高と野球部をやっていたで。野球部だけじゃない、コントロールが良すぎて先輩のバッティングピッチャーをやっていたんだ。気持ちよく打ってもらうためにスコーンスコーンと真ん中ばかりだぜ。ちょっと、もうね、なんか恐ろしすぎ。戦闘中は恐ろしすぎ、本当にやばい。誰考えたのこのゲーム、本当にやばい。いや、危なかったぜ。自ら丸腰になるとこだったぜ。そして司令室ではゲームマスター高槻半蔵により新たなイベントが発動。エリアに闘技場が現れた。メールだ。闘技場がオープンした。闘技場ではプレイヤー同士で戦うことができ、勝てば忍びを獲得できる。闘技場が開かれた。闘技場で20万円を払えばプレイヤー同士のバトルができる。武器は用意された4個のバトルボールのみ。自分の武器は持ち込めない。勝ったプレイヤーは忍びを獲得。特殊な装備をした忍びを含め合計3体が用意されている。負けてもゲームから失格にはならないが、20万円が無駄となる。勝てば忍びがもらえる。しかも20万円で安値で忍びを手に入れるチャンスなんだ。だって60万するんだから。それが20万ということは何パーセントオフよ。半額以下よ。あ、行こう行こう行こう行く行く行くしかないでしょ。よし、闘技場行こう。忍びが安く手に入るチャンスにプレイヤーたちが動き出す。忍び持ってる、忍び持ってる。すでに忍びを持つプレイヤーは闘技場に参加できない。契約できるのは1体まで。俺ね、日本シリーズとか結構抑えてんだよ。
彼の打てない球あるんですよ。インサイドの高めの速い球って打てないから、ここ僕がこの球でビューンと攻めて2個目を。牧原は清原の巨人時代の先輩、弱点を知り尽くしているようだ。その清原が闘技場へ向かう。あ、あったあった、これ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 。OK。 おー、清がいる、清がいる。いきなりビッグカードだ。はい、20万円勝って忍びを手に入れられるか、それとも負けて20万円を失うか。ゲート前で自分の武器を置き準備完了。球界の番長とミスターパーフェクトがいきなり激突。元ジャイアンツ同士の対決、すげえなこの対決。これはもうなんで清なんだ最初ね。行くか。忍びを獲得するのはどっちだ。3 2 1、ラッシャン。じゃあ俺も絶対あっち取り行くと思ってたんだよ。そうです、それ読み違えたという感じで。これやばいよ。一瞬で決まった。狙い通りインサイド高めを突く豪速球、清原を打ち取った。あっけな。よっしゃ。勝者は3種類の忍びの中から1体選ぶことができる。オーダーまでお願いします。マキハラが獲得したのはビッグバトルボール忍び。鎖付きの巨大な弾で何度でも攻撃ができる忍びだ。いや、これ大盤振る舞いでしょね。キヨもちょっと遠慮してたね。ね、よし。え、怒っているようだ忍びさ。でも来たら今回はもう攻めるで。忍びをパートナーにし強気になった元巨人軍牧原。追っかけてって向こうが逃げる体勢になったらそれを振り回してドカーンと。 OK、 ツープラトン攻撃だよ。 OK、 セーフセーフセーフ。 OKOK。 春日が杉ちゃんを発見。ここで当てるの。ダメだよ、本当に本当にダメだよ。うん。二人の近くに怒っている清原。ほら来ちゃった来ちゃった来ちゃった、来てるよ来てるよ。よっしゃよし。全速力のスギちゃん、追いつかれれば清原の餌食となる。危ねえ、鬼がやってきた。見失ったようだ。デブラの早いやつ。命拾いした男。いや、ほんま恐ろしいな。清原の投げたボールを拾いに来た春日が受付しちゃお。そのまま闘技場に挑戦。勝てば20万円で忍びが手に入る。対戦相手はすでに待機。よし、行くぞ。え、相手は誰だ。おお、山本さん。春日さん。レスリングで世界を3度制した山本美優。学生時代アメフトで鍛えた春日も高い身体能力を持つが、女性は盾を持ったまま戦える。3 2 1、ラッシャー。ドッと。ワンタッチあったね。え、
いただきます。じゃあ申し訳ないですけども、春日と会ったのを不幸だと思ってください。今できる。ワンバウンドはセーフだ。くっそ、惜しかったな。いいですよ、投げていいですよ。山本、その足元を狙いすました見事な一撃。ありがとうございました。ごちそうさまです。ありがとうございました。よーし、大館忍をくれ。うん。春日が獲得したのは大館忍。よし、巨大な盾でプレイヤーを守る防御のエキスパートだ。頼むな、大館忍を。春日のことを守りなさい。春日攻撃に専念するから。悔しいよ、絶対取れると思ったのに。牧原がビッグバトルボール忍、春日が大館忍を獲得し、忍を持つプレイヤーは4人となった。忍びを持たない者たちはどう立ち向かうのか。闘技場へ向かう堀井新太。恐怖でなかなか前に進めない。肩出来上がっちゃったもん、完全に。すんごい肩できたから。やる気がみなぎる牧原。あ、どっか隠れてんだろうなこれ。ほら、あれ誰？ホリーだ。ほら、あそこいるでしょ。ほら。いや、俺はこっち行く。ほら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 。ホリーはビッグバトルボール忍びを見て逆戻り。いや、面倒なのに当たっちゃった。いや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 、みんなが逃げてくっていうのは気持ちいいね。さっきまで俺が逃げてたのに。行こう。アイドルだって攻めれるんだぞ。忍びを持つ今がチャンスだ。ここの道結構いいな、いろいろ見渡せるから。この戦車なんだろう、気になりますね。この戦車、江戸の町に戦車なんてあんの。銀河の地で恋の迷う。こんなこともできますよ、今忍びたら。忍びたら辛いんだぞ。なんだろう、忍びさんのありがたさ、なんか失って初めて気づくものってあるんですね。忍びを失い不安が増していく。ルキア、やっつけなきゃしょうがないんだもん。忍び、ちょっとお金ねえんだよ、給料払えねえんだよ忍びの。ビッグバトルボール忍びの恐怖が堀を追い詰める。忍び見てこいっていうのはいいの。忍び見てきて。逃げんなら今だ。忍びが離れたのを見て一気に逃げる。あ、いた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 。ほら忍び、バックバックバック。やっぱりあそこにいたんだよね。だから 声出してるから逃げるんだよ。野球もそうだけど声出さなきゃいけないんだよ。ああ超怖え。運よく逃げ延びた。その頃真鍋は南の里の武器屋に到着。ここでバトルアイテムを買えば自分を強化できる。しかし忍びはすでに売り切れ、盾を売り所持金は70万円。何を選ぶのか。これか、しょって役に立つかな。どうせ面と向かって戦うことないからバックシールド買います。真鍋が購入したのは
バックシールド。伸縮自在で背後からの不意打ちを防ぐことができる。伸びた。伸びる。よし、これで後ろから狙われても大丈夫ってこと？ここまでほとんど動いていない藤原藤本。闘技場に向かわないと。一か八か忍びを取りに行くようだ。守備にだけ徹してもらって、相手のボールを弾いて撃破だね。マジか。なんだあの忍び。あれ闘技場の忍びじゃないか。おおおお、ちょっとこの辺、この辺いるぞ。ちょっと動くぞ忍び。すごいやつ出てきた。藤本は忍びを見て隠れる。中田、そして忍びを持つ春日と牧原が対峙。その3人の近くで藤本が身を潜める。あずひこさん、元気がいいらしいね。春日さん、こっちからこっちで大変ですよ。わ、立てたい方向で行く。あれと戦うのはちょっと賢くないな。ビッグバトルボール忍びを警戒する中田と春日。立てやったら勝てそうだな。いや、ちょっとあそこで戦わなくてもいいもん。まだノーマルなやつがいるからね、うん、その春日の背後にメインディッシュは残しておこう。藤本、静かに戦況を伺う。春日さん、ちょっと牧原さん来てるんで。こっちはね、来た来た、最大の守備力を得た。春日来た、春日来た。うん、安彦さんね。いや、牧原さん今奇襲成功なるか。来た来た、最大の守備力を。春日来た、春日来た。うん、大館忍びを持つ春日を背後から狙う藤本。倒せるか。うん、後からそこ行かない方がいい。ノーマルで倒した方がいいって。うわー、最悪だ。ダメだ。え、やられちゃったの？すごいの倒したった。見て、あんなでっかい盾持ってる忍びつけた春日倒しました。前方に気を取られている春日を奇襲で仕留めた藤本。ちょっ、敵の隙をつくのは戦いの常套手段だ。油断した。ここまでよく頑張った。ないやいや、これからだったんですよ。よく頑張った。これで藤本の所持金は40万円。しかし最後の一人にならなければ獲得できない。あ、すごい、春日さんやられた。藤本が春日を撃破。藤本の所持金は40万円となった。残り12名。残るプレイヤーは12人。現在忍びを持っているのは牧原、梅田、七尾の3人。所持金は中田が120万円、真鍋、藤本、清原が40万円と続く。勝ち残るには所持金の使い方が明暗を分ける。武器屋空いてる。忍びを買うため武器屋にやってきた中田。あれ、忍びがソールドアウトだ。売り切れだ。売り切れてんのかよ忍びが。俺盾買っといていいんじゃねえかな。これゾロゾロいましたよね忍びがね。すいません、立てください。50万円を支払い盾を購入。それでもまだ70万ありますからね。そして闘技場にまた2人のプレイヤーが揃った。残る1体の忍びをかけバトルするのは、どうしても忍びが欲しい清原。対するは俳優堀新太。勝てば忍びを獲得、負ければ参加料の20万円が無駄となる。勝つのは球界の番長清原か、体格では劣るが俊敏な堀井か。3、2、1。
2 1 Rush on。よっしゃ、おし、また負けだ。危ない。攻撃をかわそうとする相手に矢のような速球。清原まさかの2連敗。憧れの野球選手に勝った。負けだ。堀井新太が最後の忍びを手に入れた。これで闘技場の全ての忍びがプレイヤーのパートナーとなった。珍しく大ピンチした。やっぱり戦わないとね。春の愛の近くにビッグバトルボール忍びを連れた牧原。そこ前見て、いたらバケってやってよ。そう、オッケー、行くか。忘れずに。春の愛が隠れていた場所から動き出す。いる？いない。よし。ほら、ほら、いる、ここに、ほら。いや、やばい。だ、アイちゃん。やばい。アイちゃん、行こうか。最も攻撃力の高い忍びが、春菜愛に迫る。やばい。あ、いいね、来た。やばい。あ、やばい忍びが来たの。あ、先回りだ。あ、偶然近くにいた真鍋がこぼれ球を拾う。なに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 、ボール投げちゃったよ。忍びを持ちながら春の愛を逃してしまった。やばい、ボール3つになっちゃった。ボール持ちだよ私。そして司令室ではゲームマスター高槻半蔵によってミッションが発動。忍びをめぐる一大バトルが幕を開ける。あ、電話。ミールだ。ミッション3カ所に忍び契約解除レバーを設置した。いい匂いしますね。残り35分までにどれか一つのレバーを下ろせば全ての忍びの契約は解除される。忍びを持たない者にとっては戦力差をなくすチャンスだ。え、どこにある。忍びの契約を解除せよ。残り35分までに3カ所に設置された忍び契約解除レバーを一つでも下ろせば全てのプレイヤーの忍びが停止となる。よし、やろう。あんなごっつい忍び来たらやるでしょこれ。どこどこどこ、解除どこ、解除どこ。立てかっといてよかった。立てかっといてよかった。やばいやばい、忍び解除されたらまずいぞ。所持金もないし盾もないから。やめましょう、絶対に。うわ、ビビりすぎておしっこちびりそう。現在忍びを持っているのはこの4人。彼らは3カ所にある全ての忍び契約解除レバーを残り35分まで守らなければならない。やべ、一人でも行ってみようかな。春の愛がいち早くレバーを下ろしに動き出す。とりあえず忍びを解除しようと思うんですけども、忍び解除レバーのところに絶対に忍び軍がいるはずなんですよ。ってことは忍びを持ってない人たちが集まってそこを集中攻撃しないと多分太刀打ちできない。忍びを持ってない人をまず集めましょう。忍びを持っていない8人は他のプレイヤーの忍びを停止させるため戦闘準備に入る。このチャンスを生かせるか。春菜さん、忍び持ってないでしょ。え、忍びいないよね。持ってない。俺もないんですよ忍び。本当に。レバー一緒に解除しに行きませんか。ね、一緒にペアで行こう。はい。中田に誘われた春菜愛、作戦変更だ。ああ、私の忍びがまだいる。
すでに忍びを失った真鍋。どっか隠そうか。装備を身軽にして戦闘態勢を整える。よし、置いてく、一個置いてく、邪魔だから。バトルボールを失った牧原、忍び契約解除レバーへ急ぐ。ボールなしで忍びなく失ったらもう終わりだもん。そういうことだよね。60万円で忍びを購入した AKB 梅田。これだ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 、忍び契約解除装置。これこれを守っとけば忍びが守れます。解除レバー、解除レバーを探して。あったあったあった。忍びを獲得したばかりの堀井。これをちょっと下げられないように一緒に守りましょう。超頼もしい。これで2カ所のレバーに守りがついた。どれか一つでも下ろされると忍びとの契約は解除されてしまう。忍びを持っていない片岡あゆみ。片岡さん、何もしないですよね。何もしない。絶対しないよね。何もしない。忍びあっちに、あっちに一人いる。本当に忍びいないチームで一回チーム組もう。いや、そうしようね。忍び撃破いきます。真鍋香織が山本美優と合流。忍びを持っていない者たちが続々と戦力を集めていく。一方、単独で動く清原、虎視眈々と AKB 梅田が守るレバーを狙う。わあ、来たけど怖い。今守ってるんだよね。守ってます。だから味方ですよ。忍びを守りたい2人。攻撃しちゃダメですよ。しないです、しないです。あ、2体に来たよ。あ、じゃあ一緒に協力しましょう。しましょう。いいですか。心細かったんです。もう私も女子だけも嫌なの。とりあえず力を協力してここ守りましょう。とりあえずおい、これこれだ、これこれ守ろう。これ牧原が3つ目のレバーに到着し、これで3カ所全てに守りがついた。一つでもレバーを下ろされれば4人とも忍びを失う。とりあえずとりあえずレバーレバー。一方、忍びを持っていない者たち6人が集結した。ここにいるみんなは何もしないよね。もうみんなで絶対にならない約束しよう。絶対やめましょうね。利害が一致し、お互い攻撃しない約束を交わした。そして守りの陣形が整い、襲撃に備える忍び軍は、ちょっと牧原さんに電話します。まさかじゃねえだろうな。はいはい。あ、もしもし、 AKB48 梅田彩香です。はい、どうもどうも。あ、お疲れ様です。牧原さん、忍び持ってらっしゃいますか。忍び持ってるよ。あ、あの今私解除装置のところに守ってるんですよ、押されないように。うんうんうん。牧原さんとかも守ってらっしゃったりしますか。ちゃんと守ってるよ。あ、本当ですか。うん、とりあえずね、はい、信じていいよ、はい、とりあえずね。本当ですか。じゃあ私も頑張ってここ守ります。頼むよ。すぐ違うメールが来ないようにしてよ、はいはい。あ、お願いね。はい、わかりました。了解です。ありがとうございます。はい。二体の忍びを目撃した清原。おお、清原さんが来た。清原さん。清原さん持ってない。清原さん忍び持ってます？持ってない。ちょっと連合軍組みませんか。あそこ二体おる、二体。今は休戦で。うんうんうん、こっちの奉行所にもビッグボールのビッグボール持ったのが1体守ってます。あっちに2体いたんですか。あそこに2体。情報を共有するプレイヤーたち。ってことは奉行所は1体しかいない。1体しかいないと思う。しかも牧原さんボール持ってない。ビッグボールしかない。じゃあ忍びのビッグボールだけだったらこの人数だったら勝てますよ。私牧原さんのボール奪って隠した。すごいことしますね。連合軍は牧原の守るレバーに狙いを定めた。しかしそこにはビッグバトルボール忍び。じゃあボール重ねて打倒忍びるミッションクリアするぞ。天下分け目の合戦へ出陣。まだ増えてる可能性あるよ。そして
忍びを持たない男がもう一人。誰か、これ一人じゃ無理やな。ちょっと電話します。連合軍に誘われなかったようだ。待てよ、とりあえずここを守らないとさ。レバー周辺の地形を調べ上げる牧原。そこからはこれ、ここ通らなきゃ無理だよね。そっちから来れないよね。いつ来るか分からない襲撃に備える。梅田とともに西通りのレバーを守る七尾。堀井さんだっけ、 D デートの方は。あそこ守ってるんだよね。2つのレバーは見える位置にあり、お互いが援護可能だ。しかし北通りのレバーは孤立しているため、牧原は一人で守らなければならない。よし行こう、北通りが危ないっぽいから。じゃあ私ちょっと行ってくるのでお願いします。ここ守ってきます。七尾は北通りのレバーが危険と踏み、牧原の援護に向かう。まずいまずい、北通りがまずいぞ。藤本さんだ。もしもし、かっちゃん。はい。あ、いてた。あ、いたいた。藤本さん、はいはい、忍び持ってないですよね。持ってない持ってない。これから忍び持ってない連合軍で奉行所攻めるんで一緒に行きましょう。いや、そうしよう思ってたのよ、はい。藤本が合流し、戦力が増す連合軍。これ誰も動き出さないですね。なんでだろう。忍びせっかく取ったんだからここで待機で。エリアに漂う嵐の前の静けさ。ほら来たよ、解除しに来たよ。ついに現れた連合軍。こっちはビッグ清原いるんすよ。こっちはビッグ清原いるから大丈夫。軍勢は8人、対するは丸腰の牧原とビッグバトルボール忍び。そっちそっち見て、こっち見とくから。オッケー。清原さん、豪快なプレーだから清原さん真正面から引きつけましょう。忍びたい清原さん。じゃあ女子チーム、女子チーム左から回りましょうか。女子チーム左、片岡さんと真鍋さん。オッケー。左。連合軍は正面で清原が忍びを引きつけ、その隙に横から真鍋と片岡がレバーを下ろす作戦。人数で圧倒的有利な連合軍を牧原と忍びが迎え撃つ。いざ決戦。これ俺はもうボールを持ってるフリするしかないからね。牧原の援護に急ぐ七尾、間に合うか。片岡と真鍋が作戦通り配置につき陣形が整った。いいよ、よし、とりあえず相手あたりのバシャッと。ほら大丈夫、今いたよ。せーので、もう忍びしかいませんから。おやばい、清原さん。よし、レバー下ろして。あ、こっち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 、忍び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 。やったー、よっしゃー、よっしゃー、忍び解除。見事ビッグバトルボール忍びの注意を引きつけた清原。その隙に2人が突破し、丸腰の牧原を撃破。狙い通りの連合軍、1人の犠牲も出さず合戦を制した。何の音？何これ？何？おい、嘘だろ。え、嘘でしょ。マジか、真鍋さんにより全ての忍びの契約は解除された。嘘でしょ。これで全ての忍びとの契約が解除され、停止状態となった。やったー、ありがとう。
めっちゃありがとう、ありがとう。いやー、清原さんナイスファイトです。かなり引きつけましたね。自らわざとこけてね。わざとね。あれわざと、わざとこけて引きつけましたもんね。じゃあここでミッションクリアできたんで、この反忍び連合軍解散しますか。ここからは敵同士。じゃあ先生堂々と戦いましょう。はい。じゃあ行きましょう。行きましょう。行きましょう。ライサー。怖いな。このバトルで牧原を撃破した片岡が所持金を増やした。ミッションの結果、3人は忍びを失い、誰も忍びを持っていない状態となった。残るは11人。どうしようどうしようどうしよう、やばいやばいやばい、短すぎるよ。バイバイ忍び、ありがとう、守ってくれて。私今から一人で戦わなきゃいけません。あ、超心細い。お疲れ様でした。やられた、もうでかいボール持ってたのに。で、清原こけたのよ、はいはい、その騙しにみんな、俺大丈夫かと思った瞬間にもう突破されちゃった。チームプレーとかね、騙された。ナイスファイト。いや、ナイスファイトですよ。やっぱ女性盾あるから強いし、真鍋、ね、さんなんかバックシールドっていうのもつけてますよ。バックシールド、背中、背中守れないと大丈夫です。でも無敵じゃないですか、うん、後ろからバックシールドがあるから、逃げてボールを使わせればいいんだね。でも何も持ってないところを撃破するしかない。ってことは今フィールドに忍びは一体もいない。シールドがあってボールが2つ、間違いなく僕今最強ですね。いやもう忍びがいないのは本当にきつい。ミールだ。なんだろう。武器屋に新たなバトルアイテムを入荷した。契約の腕は30万円、忍びの盾20万。契約の腕は30万、これ買えるの誰や。契約の腕輪とは、忍びをパートナーにできるアイテム。停止している忍びに装着すれば再び起動させることができる。現在契約の腕輪を買えるのは70万円の中田と40万円の真鍋、藤本、片岡の4人。春の愛と山本美優も盾を売れば買うことができる。やめろ、なんで10万円しかないの。買えないの、お金10万しかないから。みんなお金持ってないんだよ。そんなに一番持ってるのが中田さんだから。僕の味方は忍びだけ。その忍びが安値で手に入るとなれば、その腕は手に入れない手はないでしょうね。ちょっと行くよ行くよ行くよ、ちょっとなんか契約の腕がやって。よし、忍び獲得に動き出すプレイヤーたち。戦車があって、あった、ここや、あった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 。よっしゃ、ついてるぞ。よし、藤本がいち早く武器屋に到着した。よし、これでかなり有利やぞ。すいません、契約の腕輪ください。30万円で契約の腕輪を購入。よし、ゲット。忍びをパートナーにするには、停止している忍びを見つけ出し契約の腕輪を装着しなければならない。ちょっとみんなの潰し合いを待つために隠れるしかない。OK。 忍びを失った七尾、所持金もなく今は身を潜めるしかないようだ。自分で前と後ろも見なきゃいけないんだ。忍びがいたからここまで私残れたんだよ。なのに、いた。いち早く契約の腕輪を買った藤本。よし、パートナーに選んだのは大館忍びだ。よしよし、大館忍び獲得。よしよし、頼むぞな。よっしゃ、これでよし行こう。そうだ、大盾持ってても大盾
意外前はねケアすね後ろをね怠るからあれああいうの持つとやっぱりちょっと散漫になるよね重力なりますよね自分こういう感じになっちゃうもんね全然いけるんですね、うん、行きたくなっちゃうすごい気が大きくなるんだよなめっちゃ番長になった気分になるんだよなります、ね、よしどんどん撃破するぞこれいやもうこんなもん鬼に金棒やろ全く負ける気せえへん契約の腕はとりあえず契約の腕輪を得るために一人撃破するしかないですね今一番お金を持ってるのは中田さんでしょ中田さんを倒せば110万でしょ高額のプレイヤーを狙う強気な片岡あゆみ俺あっちゃん狙います武器を買うなりして片岡が手頃な標的を見つけた現役アスリートに狙われたスギちゃんしのげるか盾を構える片岡の足元に元野球部のワイルドな一撃見たかい俺が頑張りました行ってくるね行ってらっしゃい頑張りました杉ちゃんが片岡さんを撃破杉ちゃんの所持金は70万円となった残り10人一人倒したの一回に切るね契約の電話を買うため清原が獲物を探し始めたこの忍び欲しいでもみんな行っちゃったし出遅れたかも山本は盾を売れば所持金が50万円となり契約の電話を買うことができる契約の電話が先に取られたら結構大変だ忍びはあと5体すいません武器をお願いします次に武器屋に現れたのは春菜愛ある契約の腕輪ある30万円の契約の腕輪を買うため盾を売り所持金を70万円に増やした30万円やった買えたお目当てのビッグバトルボール忍びを手に入れるため急ぐ山本しかしその近くに清原見つかったことに気づいていない来ますかこっち足止めを食らう山本まだ早いかなまだ早いその背後に清原動き出した敵プレイヤーはいつ現れるかわからない嘘大きな体で瞬く間に背後に迫る清原鮮やかに仕留めたもうやだ本当なんでそんな起きるのに早いんですかもうお前出した頑張ってくださいはい激破情報、うん、清原が山本を激破動いた動いたな動いた残るプレイヤーは9人ゲーム時間内に勝ち残った1人だけが賞金を獲得できる闘技場では清原さん倒したんですよそうやっぱり先輩だからさあいつ遠慮しててこうやってたからさ俺も先に投げちゃった多分そこしか映んないんだろうな楽しい話やめてくださいよ小島さんどこに映るんですか俺すげえ活躍したわ最初
なんで映ってねえんだよ。どういう編集だお前頭の中で。仲良くやれよお前。なんで無視だよお前。ナレーションで。ナレーションで。ナレーションっておかしいだろ。ドア頭の山だろ俺。山だよ。その最初の山だよ。春菜愛が停止している忍びを発見。忍びいた。契約の腕輪装着し、忍び獲得。よっしゃ、装着した。嬉しい、守って。忍び、私守って。心強いパートナーを手に入れた。よっしゃ、やった。そして司令室のゲームマスター高槻半蔵によりミッションが発動。やばい俺。メールだ。やばい本当に焦る。残り10分に現在使用している緑のバトルボールを使用禁止とする。ってことはもうこのボール意味なくなりますよ。新たなバトルボールを獲得せよ。残り時間10分になると現在使っている緑のバトルボールが使用禁止となる。新たなバトルボールは7個。エリア内5カ所にあるアイテムボックスに設置されたが場所は明かされていない。その場所を記した地図が扉のない小屋の中にあるため、近くにある戦車を動かし砲撃で壁を破壊しなければならない。戦車を動かすには武器屋で売られている30万円のエネルギーパックが必要だ。30万円ない。私お金ないよ。エネルギーパックを買えるのはこの4人。新たなバトルボールを手に入れるには誰かが買わなければならない。もうこれがなくなるってことだから、勝ち目がなくなっちゃうってこと。そこ取った人が勝ちでしょ。やるしかない。真鍋が真っ先にエネルギーパックを買いに動く。その近くに春菜愛。あそこいいよ。その春菜を絶対ゲットできる。行こう。堀井が見つけた。武器屋を目指す真鍋の近くに春菜。その春菜を狙う堀井。ボールチェンジがバトルを加速させる。忍び行こう。忍び行こう。忍びあの子真鍋ちゃん。忍びが真鍋を背後から襲う。バックシールドで命拾いだ。忍びがバトルボールを拾う隙に真鍋武器屋へ。そして堀井が忍びと離れた春菜愛を襲う。忍び、忍び助けて。忍び、ゲットで行こう。堀井あなたが忍びと離れた春菜愛を襲う。忍び、忍び助けて。忍び、忍びって。春菜愛のピンチに駆けつける忍び。しかし深追いはしない。忍び。堀井は逃げ延びたがバトルボールを失った。しまった。30万円でエネルギーパックください。真鍋は武器屋でエネルギーパックを購入。これで戦車を動かし砲撃で小屋の壁を破壊すれば新たなバトルボールの場所を示す地図が手に入る。屋内に隠れる七尾。誰かがミッションをクリアしてるそばにいないと多分ボールのありかが分からないんだよな。武器屋、武器屋。中田が武器屋に到着。お願いしますよ。いや、ここは契約の出会いでしょ。ボールチェンジの前に戦力アップを狙うようだ。ここしかないですから。これ10分になったら私やばいよ。私ここでバトルアイテムを買う資金が欲しい AKB48 梅田彩香。行くっきゃねえか。その近くにスギちゃん。行こう。
好きじゃないんだ。まずは僕忍びを欲しいんで。ワイルドな男に狙いを定めたアイドル。好きじゃないんだ。背中はガラ空きだ。オーケアップネーズ。またしてもワイルドな一撃返り討ちだ。やられたー。クソー、めっちゃ悔しい。終わったかと思ったぜ。頑張ってください。ありがとう。頑張ってください。ありがとうございます。行ってきますよ。行ってらっしゃい。撃破情報、スギちゃんが梅田を撃破。スギちゃんの所持金は80万円となった。残り8人、スギちゃん狙いで行くでしょう。契約の腕輪を手に入れた中田。よし、忍び頼ませ。俺の忍びどうだ。忍び獲得。よし、よし、もう怖くねえぞ。そこへ藤本。よし、行こう。金持ってるぞ。忍びついてる。ストップストップ。その背後に清原。睨み合う藤本と中田。その藤本の背後に清原が迫る。藤本さん、これで戦力5分でしょう。大立忍びの隙をつけるか。よしよし、いけよし、いけ。二発とも外した。あんた立ち回れ。丸腰では逃げるしかない。来た来た来た。清原さん。よしよし、撃破。忍びの正確な一撃、すれ違いざまでも外さない。忍びが撃破した。しゃあ、いきなり契約の効果あったぜ。まあ、いいか、忍びにやられたらしょうがないな。ありがとうございました。悔いはないよ。今回は悔いない。頑張ってくれ。素晴らしい戦いでした。ありがとうございました。よし、行こう。現在中田が忍びと盾を持ち最も戦力が高い。続いて優勢なのは大盾忍びを持つ藤本、忍びを持つ春菜愛。80万円でバトルアイテムを買えるスギちゃんだ。戦車だ。エネルギーパックを手に戦車へ急ぐ真鍋。新たなバトルボールを獲得するには砲撃で小屋の壁を破壊し地図を手に入れなければならない。誰かが行かないと新しいボールのありかが誰も分かんないですよね。残り10分に緑のバトルボールは使えなくなる。 OK、 これだ。ここ、こっから回ったらいいの。行きます。OK。 真鍋がエネルギーパックをセット。戦車が砲撃に向け動き出した。あ、戦車動いてる。動いてんじゃん。誰？あ、戦車が。おお、誰が、何何あれ。おお、すごいの。どうなっちゃうの。あれが破壊されるんだ。これより小屋の壁が破壊され、新たなバトルボールの場所を示す地図が手に入る。こっち危ねえ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 。地図を獲得。砲撃の音を聞いた他のプレイヤーも動き出した。ミッションやってるぞ。地図があるぞ。いっぱいあるね。ここが、私地図読めないんだった。新たなバトルボールを獲得できなければ
圧倒的に不利となる。七尾地図を獲得。そこへ中田と忍び鉢合わせだ。おおおおおお、ここ狙い時じゃねえか。地図持ってますね。よし、オッケーオッケー。地図まだあるんでしょ。互いに新たなバトルボール獲得を優先するようだ。あんじゃん、地図あんじゃん。中田、地図を獲得。11分。藤本も小屋へ急ぐ。よし、危ない。オッケーオッケーオッケー。藤本さん、ここは大丈夫。ここはストップで。ボールチェンジまで残り1分。分かった、大丈夫大丈夫。時間に迫られ、互いに引く。春の愛も地図獲得に急ぐ。よし、ゲットした。ありがとう。早く地図持って。中田の向かう先に春の愛で、ボールなくなったら私投げるから。ボールチェンジまで間もなく30秒。互いに強行突破するしかない。忍び撃破して。避けれる、避けれる。避けたら忍びを撃破、撃破しちゃう。よし、やばい、ギリギリやったのに。的確な指示で春の愛を倒した中田。忍びの使い方が一枚上手だ。お疲れ様。お疲れ様、頑張って。いや、いや、ほんとギリギリやったのに。最後でも絶対頑張って。頑張ります。残ってね。ボールもう使えない。緑のバトルボールは使用禁止となった。そして堀井も地図を獲得。地図には新たなバトルボールが入ったボックスの場所と暗証番号が書かれている。先にボール取られたらやばいな、これ。ボールは7個しかない。早い者勝ちだ。3562、サゴムにね。ボックスを開けるには暗証番号が必要だ。地図を頼りにボックスの場所にたどり着いた真鍋かおり。暗証番号3562。3562。 OK。 真鍋がいち早く赤のバトルボールを2個獲得。ここだ、あった。3562。大丈夫。続いて七尾も2個獲得。この後藤本、堀井、中田が1個ずつ赤のバトルボールを獲得し、7個全てがプレイヤーの手に渡った。バトルボールを獲得できなかったのはスギちゃんのみ。もう赤いボールの場所も分かんない。とりあえずこれしかない。武器屋に駆け込むスギちゃん。何を買うのか。人がいないじゃん、人がいないじゃん。これだったら色関係なく誰に言えばいいの。びっくりした。アンドロイドだ。30万だ。スギちゃんが買ったのはボールチェンジの後でも使えるバトルシューター。離れた敵を一瞬で撃ち抜く。弾は4発。 OK、 いけそうだぜ。ありがとうだぜ。これを買ったから今から全滅させてやるぜ。7分49秒。みんなを撃破しないと。どこに隠れてる。激しい戦いを勝ち残ってきた6人のプレイヤーたち。忍び体力大丈夫。あ、そうか、アンドロイドか。一気に行こう。よっしゃ、もうラストバートや、忍び。もうダメだ。七尾に迫る藤本と大館忍び。時間内に一人にならなければ
誰も賞金はもらえない。よし逃げれ。バトルボールを失った藤本、その背後を真鍋が狙う。よし、七岡、挟もう。真鍋と七尾に挟まれた藤本、大竹忍びはいるがバトルボールがない。身を挺して藤本を守った。丸腰の藤本、しのげるか。絶体絶命の土壇場でキャッチ成功。返り討ちだ。ナイスファイト。あ、頑張る。頑張って。はい、時間ないから行くわな。おじさん頑張って。おじさん頑張る。藤本が真鍋を撃破。藤本の所持金は20万円となった。残り5人。七尾は2個、藤本、堀、中田はそれぞれ1個のバトルボール。一方、バトルボールがない杉ちゃんはバトルシューターを持つ。残るは5人。他のプレイヤーがいないか建物内を探す中田。そこへ杉ちゃん。惜しくも外した。逃げた先には七尾。スギちゃんのバトルシューターは残り3発。中田と七尾相手にどう立ち向かうのか。七尾さん、スギちゃん行こう。裏切らない。大丈夫大丈夫、時間ない。忍び行け、ゴー。よっしゃよっしゃよっしゃ、オーケー。忍びが倒れた。七尾ちゃん、あっち。はい、回り込んで挟んで。追い詰められたスギちゃん、弾は残り1発。当たった。ここでかよ。すげえ命中率。くそ、弾が、弾が、もう弾がない。弾切れや。最悪や。中田を一瞬で撃ち抜いた恐るべきバトルシューター。しかし弾切れで撃沈。ありがとうございます。はい、頑張ります。ありがとうございます。七尾が杉ちゃんを撃破。すごい。七尾の所持金170万円。おお、七尾ちゃんすげえな。すごいね。残るは3人。時間内に1人になれば賞金を獲得できる。3人か、どうしよう。ここまで来たら最後まで行きたいな。行きましょう。七尾、もうおびき寄せるしかないでしょ。絶対残りたい。女だからって負けてらんないぞ。くそー、いてない。どこや。逃げも隠れもせえんぞ。残り3分を切った。ゲーム終了までに1人にならなければ賞金はもらえない。こっち来てください。プレイヤーを見つけた堀新太。ターゲットはラストチャンスや。藤本。背後から襲いかかる。行きます。よし。隙を
ついた奇襲攻撃。しかし気配を悟られ玉砕。ありがとうございます。ああ時間ないから行くわ。ナイスバイト。藤本が堀井を撃破。おー藤本の所持金30万円。おー残るは藤本七尾の2人。おーどこだ。やばいやばい。200やろ。どっちかが200万円。すげえ。残るは七尾と藤原藤本。勝った方が賞金200万円。あとは私と藤本さんだけ。絶対取る。女子で初めて取ってやる。課題逆転。これを七尾に勝ったら200万。よっしゃ来たぞ。ここまでどっち応援しましょう。七尾ちゃん、七尾ちゃん、七尾ちゃん。女の意地を見せつけたい七尾。フジモンさんさ今ほら子供も生まれたし。いやそう ね出産費用とかいりますから。出産費用いるよ。もう正々堂々と最後はやります。家族のためにも賞金を持って帰りたい藤本。これはちょっと女だからといってここは手加減なしでいきます。藤本さん、あもう全然時間ない。いた。あついにラストバトル。時間内に勝てば賞金200万円、負ければゼロ。いくよ。じゃあ先生とどうぞね。はい、よっしゃ行こう。残り30秒。勝つのはどっちだ。残るは藤本と七尾。勝った方が賞金200万円を手にできる。やった。互いに牽制し合う中先制攻撃に出た七尾。一撃で勝負を決めた。戦いの時は終わった。いくらいくら賞金。200万円。何でも買えちゃいますよ。何両親と祖父母にちょっとプレゼントしてたんです。勝ちました。そしてゲーム終了後の司令室では、月村さん、今回も面白いゲームでしたね。月村見てたのか。もちろんです。逃走中アルティメイトの準備は進んでいますか。私にできることがあったら何でも言ってください。ありがとうございます。水月さんにそう言ってもらえると心強いです。半蔵さん、そのアルティメイトのことなんですが、過去の逃走中とは一味違うゲームにしたいと思っています。そこで相談があるんですが。ん、なんだ。逃走中に忍びを。果たして戦闘アンドロイド忍び利用計画とは。ついに放送中アルティメット開催の時が迫る。